じゃあそれでは今年度の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で、まず今回ですね、この授業で使う資料なんですが、テキストとしましては、この計算基数学の1の授業を僕の前に担当されておりました数学域の酒井先生の講義ノートを使っておりますので、準備しておいてください。あとはそれ以外のいろいろな情報についてはこの授業のサポートページの方から参照できるようにしております。で、酒井先生のテキストは現在のところ先生にお願いして先生のホームページで公開していただいておりますけれども、その酒井先生が公開しているテキストの例のリンクもこの授業、こちらの授業サポートページにありますので、必要な方は適宜参考にしておいてください。で、まずその授業の内容からなんですが、計算基数学といいましても非常にたくさんの分野を含む大雑把な言葉ですが、ですので一応この授業で扱う計算基数学についてちょっと説明しておきますと、ここではその計算機上で主に整数や多項式に対する代数計算を行うための数学を扱うことにします。世の中ですと、数値計算であったりとか、それから組み合わせ論であったりとか、そういったいろいろな分野がありますけれども、一応我々数学類ですので、一応この整数多項式といったふうなその対象を絞った上で、代数計算ですね、そういった代数計算というのは平たく言えば四則演算の組み合わせで行われるような計算ですね、もしくはいろいろな代数的な性質を用いて行うような計算を主に扱うことにします。で、その計算基数学、もしくは今回ですね、扱う範囲の計算基数学の特徴をいくつか、述べておきます。大体、僕が感じるところで3つほどあるんですけれども、まず1つは代数的っていう部分ですね。で、先ほど今申し上げましたように、加減乗除とか、それから代数的性質に基づいて行う計算の繰り返しです。で、2つ目は構成的ということで、具体的な計算手順を伴うということですね。で、じゃあ具体的な計算手順を伴わないような論理っていうのは、今まで皆さん数学でどんなものを学びましたかっていうことをちょっと思い出してみてください。まず配理法というのがありますよね。配理法は別に計算しなくても、ある性質を仮定すると、それが矛盾、それまでの理論から矛盾するということでよって、ある性質を導くということなんですが、あとは他に何かありますでしょうかね。ちょっと皆さんで思い出してもらいたいんですが、そういったものではなくて、そうか、あとは何々が存在するといったような、そういう理論も皆さんこれまでの数学で学んできたと思いますけれども、ここの計算基数学の特徴としましては、存在するならば、実際に計算しなさいと。で、その手順を与えなさいということをやります。そこが、多分、今まで、学んできた数学と若干異なるかもしれないというところですね。で、三つ目は、実際的ということで、実際的ってなんだよって話なんですけれども、まず、僕の考えの一つでは、理論の正しさに加えて、効率も重視すると。で、これはよく僕も学生の時に先生から聞いた話なんですけれども、例えばある暗号のアルゴリズムを作りましたと。で、このアルゴリズムであれば、今までよりも、非常に強度の強いことっていうのは証明されましたと。で、じゃあ、解読、なんだ、複合に何年かかるんですかって言って、100年かかりますって言われたら、それは、100年後に複合できれば良いような情報であればいいんですけれども、今すぐ欲しい情報には、少なくとも役に立たないわけですよね。ですので、効率というのは、この世界では非常に重視しております。あともう一つは、実際に計算機上で動作するということも、念頭に置かれていまして、例えばある問題を解くアルゴリズムができましたと。
できて、それを計算しようと思ったら、例えばそうですね、メモリの容量が全然足りませんと、今持ってるパソコンのメモリではすぐにメモリ使い切ってしまいます。でもっと大きなスーパーコンピューターのようなメモリがないと計算できませんっていうような場合もあるわけですね。で実際にその私たちが研究の最前線で解いている問題というのはそういう問題が結構ありまして、でそういう問題を何とかして解きたいということで、いろいろアルゴリズムを工夫して、その今手持ちにある計算機資源で問題を解くということも一生懸命やっております。ですので、まあ、そういったこともですね、この計算機数学の対象に含まれると思ってください。でテキストの方にはですね、まあ、ちょっと最初から何ページか見てみますと、その目次がありまして、それから記法などっていうのが、まあ、4ページからあります。数やその集合や関数、あと行列とベクトルやその成分について、書かれております。それからあと、アルゴリズムの記法もテキストの7ページで説明がありますけれども、まあ、この辺についてはそれぞれ の, 概念や記法を実際に授業で導入する時点で、説明をしたいと思います。ここまでいいでしょうか。今のところそうですね、こちらにも質問は届いてないようですね。はい、では最初にテキストの8ページ、そのコンピューターの基本構成から入りたいと思います。で、まずその計算機を構成する主な装置とありますけれども、皆さん計算機っていうとどういうものを想像するでしょうか。まあパソコンは、まあ、これまでも使ってきたと思いますし、それからあとはその何ですかね、まあ、ドラマ映画なんかにも出てきて、こういろんな文字列がじらじら流れるというような、そういう世界を想像する人もいるかもしれませんけれども、実際ですね、その計算機というのはこれから述べるようなものを持つ機器を計算機と言いまして、皆さん一番身近な計算機って言いますと、皆さんの携帯電話ですね。あれは計算機なんですね。これから説明しますけど、あれは計算機です。ということをちょっとこれから見ていきます。で、まあ、じゃあその計算機をその構成する主な装置っていうのが何個 4個ぐらいありますけれども、最初に出てくるのがその中央処理装置という装置でして、で、英語ですとセントラルプロセッシングユニットってありまして、頭文字を取って CPU と呼ばれます。で、まあ、皆さんもですね、携帯電話を選ぶときにもしかするとこの CPU の, クロック数が、何ギガヘルツなんちゃらかんちゃらってことをこう情報を集めた人もいるかもしれませんが、その CPU ですね。でここがその計算機の心臓というか頭脳とも呼ばれる部分で、実際に計算を行うところです。数値の演算、指則演算ですとか、それから論理演算、まあ、not とか and とか or といった演算を行います。で逆に言うと、計算機というのはこのぐらいの演算しかできません。ですので皆さん、人間の脳というのはいかにこう、まあ、作りは違うけど賢いかっていうことをちょっと感じていただければと思います。で、演算装置っていうのが、まあ、実際にその計算を行いますということで、あと、制御装置というのがあります。で制御装置はまあ、計算機全体の動作を制御するということで、まあ、これからその説明するいろいろな装置をですね、ちゃんと順序正しく動かして、そのデータをうまくやり取りして計算を行って、で我々人間が求める結果を出せるようにするということですね。ですので、まあ、人間のその器官に例えますと、この演算装置が大脳で制御装置が小脳という
対応の仕方もできるかもしれません。まあ、ちょっと僕は生命科学は素人なんで、もしかしたら適切じゃない比較かもしれませんけれども、まあ、大体そういうことが言えるのかなというふうに思っております。で次に、出てくるのは主記憶装置ですね、メモリーと呼ばれるものです。でこれは、まあ、人間とちょっと異なるのは、その人間の場合はその脳がですね、計算とともに記憶も司っているというふうにこう機能が一緒に混ざっているんですけれども、計算機の場合はその計算を行う部分と記憶を行う部分という部品がはっきりと分かれています。で、まあ、これもですね、やっぱり皆さん携帯電話を選ぶときにメモリが何ギガとかっていう話を聞いたことがあるかもしれませんね。あとはパソコンを買うときにもメモリが何ギガっていう話を聞いたかもしれません。で実は何ギガとか言ってるメモリのことは実はこの主記憶装置のことです。で一般的にはこの主記憶装置の方が大きければ大きければ大きいほどよりたくさんの情報を知ることができます。ただし主記憶装置はですね、パソコンもそうですけど電源を切ると内容が消えてしまいますね。ものが多いです。ですので、このまあ我々もですね、こう今日勉強したこの計算基礎学1の内容をですね、今日寝て明日起きたらすっかり消えてしまっては困るわけですね。でそこで、次に用意するのがこの外部記憶装置と呼ばれるものです。でこの外部記憶装置と呼ばれるものはその記憶ですとか読み出しのその速さというのはその主記憶装置に比べれば遅いですね。しかし電源を切っても内容は消えないという利点があります。ですので、我々人間の世界で言いますと、なんでしょう、主記憶装置は、まあ、脳ですね。それに対して外部記憶装置は、このノートですとかメモ帳ですね。ですので、まあ、聞いた内容は、脳に少し、脳に記憶が保持されている間に、メモをしておいて、で、まあ、電源切る、人間で電源切るとなんか死ぬようなことを思い浮かべてあまり縁起よくないですから、まあ、寝るということにしますと、まあ、一晩寝ても情報がちゃんとメモに残っているというような形で計算機も同様な仕組みで動くようになっております。で、まあ、後でお見せしますけれども昔はですねこの記憶外部記憶装置というのは今に比べれば非常に容量の少ないものでした。と、まあ、僕もだいぶ年寄りになってしまったのでまあ、小学生の頃っていうともう30年ぐらい昔なんですけども、まあ、その頃ですと何メガっていう単位はですねその記憶装置としては非常に大きいすごいっていうイメージがあったんですが今じゃ何メガっていうとこう皆さん作ってるこうレポートですとかそれからスキャンした中をその貯めるのにも足りないぐらいですよね。で今ですと大体もうギガバイトっていうのがまあ単位に普通に使う単位になっているかと思います。でそれからと、入力装置と出力装置というのがありまして、まあ、ここまでの、CPU と記憶装置だけではですね、その我々人間の世界と計算機とのやり取りができませんから、その、まあ、我々がその計算機何かやらせようと思ってもできない、何もできないわけですよね。そうすると、その計算機の中と外をつなぐような、そういう仕組みが必要になります。で、そこで出てくるのはこの入力装置と出力装置です。で、入力装置は、まあ、基本的にはその、まあ、人間、主に人間の指令を読み取るですね、仕組みがあります。例えばキーボードですとかマウスっていうのは、その実際にその我々が計算機にやらせたいことをキーボードから入力、例えば計算式を入力して電卓に計算してもらうとかっていうこともありますし、あとはマウスで、その、画面の上をこう動かしてポチッとクリックして何かボタンを押して何か操作をやって計算をやってもらう何か処理をやってもらうということもあります。だからその辺はその多分やっぱり人間私たちのこの体の仕組みとは対比できるところがあるんじゃないかと思いますね。我々もこう目がついていてそれで視覚的な情報を読み取る、それから耳がついていてこう音を聞き分けるとかですね、それから触覚があってこういろいろなものを触って、ものを確かめるといったこともあります。
それからあと、逆にその出力装置はそのやはりその、計算機が計算した出てきた何らかの結果を我々に伝えるという意味がありまして、例えばそのモニターっていうのはこの画面ですね。それからプリンターで紙に印刷するとか、あるいはもっとその出力、もっと広い意味で出力って言いますと、例えば音を出すとかですね、それから振動を伝えるとか、そういったこともできるかと思います。ということで、まあ、今日はこういう時間ですので、そのコンピューターの内部の紹介をしたいと思います。で、こちらにですね、実際に僕が以前使っていたコンピューターを持ってきました。まあ、当時ワークステーションと呼ばれていたものですが、実際には原理としては皆さんが今使っているパソコンと変わらないものです。で、本当はですね、これこういうちっちゃいカメラを持ってきて中を映して少し拡大しようと思ったんですが、さっきカメラを動かしたらどう頑張ってもこのカメラが映像を出してくれなくって、ノートパソコン本体のウェブカメラなら映像を出してくれるので、ちょっとノートパソコンのカメラでちょっと中の画面を映してみたいと思います。じゃあまず、これなんですが、ケースがこういう形になってるんですが、実際にこういうパソコンのケースを開けたことのある人っていますか、皆さんの中に。あ、何人かいますね。はい。実は、この、皆さんが今、よく Windows 使っているパソコンというのは、中には、こうやってケースを開けてですね、中のいろいろな部品を交換したり、増強していくことができるようになっているものがあります。で、最も、その拡張性が高い機種ですと、CPU すら交換することができます。あとはメモリを増設したりとか、それから、先ほどの記憶装置ですね、メモリを増設したりとか、ハードディスクを増やしたりとかってこともできますが、ちょっとこれ開けてみますね。で、業務用のパソコンは、こういう保守が非常に便利なようにできていて、これもネジがあるんですけど、ドライバーを使わずにこうやって開けることができまして、こんなふうな仕組みになっておりますが、じゃあすいません、ちょっとカメラを出せるかどうかちょっとやってみましょう。ここにですね、大きな基板があるんですけれども、これはマザーボードと呼ばれる基板でして、大体このマザーボードの上に、いろいろなパソコンの装置ですとか機能が載っております。それからこのパソコンですと、この、右側にあるこの機器がですね、ハードディスクです。外部記憶装置の一つとしてよく使われております。それからこの上の方には、DVD ドライブがあって、DVD 読めるようになってますね。で、もう少し、あんまり中入るとちょっと暗そうなんで、このぐらいにしておきますけど、ここの真ん中にあるのが CPU です。で、実際には、これ、放熱用のファンが上の方に、かぶさっていますので、こういう形をしています。実体の CPU はですね、これがその実体ですね。実はこのマシンは CPU 一回交換しているものでして、今僕が持っている CPU が、もともと買ったときに入っていたCPU です。で、ちょっと裏側を見ますと、こんなふうに、よいしょ。びっしりピンがついています。見えるかな？こんなふうにびっしりピンがついています。数百個ついています。で、あとはですね、この上の方に、あるのがこれメモリーですね。メモリーは今、スロットが4つ刺さっているんですが、そのうち2つに、メモリーが、実際のメモリーが刺さっています。で、この2つのメモリで容量がいくつかというと、これ 1GB です。10年前の 1GB なんで、当時としてはそこそこの容量だったんですけれども、今となりますと、多分 Windows 10はほとんど動かないんじゃないかという気がします。そういう時代の差がありますね。
で、じゃあ、あとですね、まあ、大体パソコンの中身っていうのは、こんな感じになっておりまして、あと、あの下の方には、いろいろなその入出力を送ったための、カードを、基板ですね、やっぱり基板からなるカードを刺すことができます。ここにはすでに1枚刺さっています。といった状況です。はい。あと、いくつか、持ってきたんですが、先ほど紹介しましたハードディスクはこちらなんですけれども、皆さん、ハードディスクの中身って見たこと、ありますでしょうか。実はこれ開けると保証が効かなくなるので、使っているうちは開けない方がいいんですけど、一応いらなくなったものなんでこれ開けました。こんな形になってます。ちょっとカメラに映しますね。こんな形になってます。そう、非常にツルツルの、すいません、皆さんのうち何かきっと映っちゃいますけど、こんなふうに非常にツルツルの金属板でできておりまして、で、よいしょよいしょ、こっちでしょうかな。で、まあ、この辺にですね、この磁気ヘッドがついていて、これが、レコード、昔のレコードですね、動くかな。こんなふうにこう、ディスクの上を動いて、で、情報を読み書きします。ちなみに、ハードディスクは多分皆さんご存知の方もいるかと思いますが、磁気ですので、まあ、近くに強い磁場があると、まずい影響を与えるわけですね。あと、それから、よいしょ。先ほど外部記憶装置のところで挙げました古いメディアなんですが、これはフロッピーと呼ばれるものです。これを見たことある人っていますかね。これはさすがに見たことありますかね。使ったことある人はちょっといなす、あ、いる。あ、素晴らしいです。はい。まあ、こんな感じですね。これで、大体容量がですね、1枚 1.5 メガバイトです。で、僕が大学院に入った頃にですね、Windows 95というオペレーティングシステムが発表されてましたけれども、その時には、いくつかの配布形態があって、その中の一つは、このフロッピー30枚組でした。今だとフロッピーにそういうオペレーティングシステムを配ろうという気は起こらないと思うんですけど、昔はそういう時代だった。それからと、こちらはですね、同じような形をしているんですが、ちょっと中身が違っていて、光磁気ディスクと呼ばれるものです。で、先ほどのフロッピーよりは、容量が大きくて、だいたい230メガバイトぐらいの、といっても230メガバイトですから、230メガバイトぐらいの容量を持っています。さらに、時代を遡るとですね、これもフロッピーなんですけれども、こういうですね、ピラピラの、ものでした、フロッピーというのは、これは5インチと呼ばれる大きさのもので、先ほどのこちらが 3.5 インチと呼ばれるものですが、こちらは5インチと呼ばれるもので、で当然ながらこれは、僕自身も実際に使って仕事をしたことはないです。これはある人からいただいたものなんですが、こういう形でですね、ちょっと見づらいんですが、ちょうどこの辺に、そのフロッピーの磁気を読み書きするための、その穴が開いてまして、で、ここに直接こう指で触れることができます。さっきの 3.5 インチだと、ここがシャッターになってますが、昔はこういうものを使っていたようです。はい、大体、ちょっとこういう機械ですので、いろいろお見せしましたが、すみません、カメラの調子が悪くて、ちょっと見苦しいところがあったと思います。で、あとはですね、次に、いくつかその装置に関して言うことは、まず計算機が扱う情報はですね、命令とかデータっていうのがあるんですが、これは多分、
皆さん情報の授業の中でやったかと思いますが、0と1の状態を表すもので使いまして、これをまあビットと言います。で、まあ、大体の場合はその8ビットをひとまとめにして1バイトとしまして、でこれがそのいろんなところで使われていると思います。で、さらにそのメモリ容量もですね、今はそのどんどん増えてますので、こんなふうにそのまあ、キロとかメガとかいうその SI 単位系と呼ばれるものを使って表しております。で、ここで注意していただきたいのは、そのこういう計算機のメモリの容量をですね、SI 単位系で表した際に、その2つの流儀がありまして、1つは、この10のべき乗で表す流儀ですね。それから、もう1つはこの2のべき乗で表す流儀というのがあります。でそれですと、若干その両者の容量が異なってきますので、注意が必要です。例えば1キロバイトの場合には、10の3乗だから1000バイトで表す場合と、2の10乗の1024バイトで表す、表し方とかありますので、一応、注意が必要です。で、そのために、最近では、その2進、2のべき乗で表す単位系には、こういったものも使われております。とまあ、例えばキロバイトの場合ですと、K と B の間に小文字の i を入れて、キリバイトというふうに表すことで、これは必ず2の10乗だというふうな表し方をしています。以下、ミリバイトとかギリバイトとかっていうような表し方をすることもありますので、まあ、必要な場合には注意してください。で、次にメモリの配置ですね。このメモリというのは計算機の場合ですとその、まあ、1バイトずつこう線形に並んでいます。ですので、まあ、我々その数学の立場からすると、長さ n の数列と思えばいいわけですね。各要素が1バイトになっていて。で、まあ、順序がついているということで、この場合はその n バイトの、ものをこう線形に並べたものが大体メモリの配置になっていて、でそこにはその順番ですね、このインデックス、数列でいうインデックスに相当するものは、このコンピューターのメモリではアドレスと呼ばれます。まあ、住所なんですけども、まあ、0番地から始まって、マイナス1番地で終わると。で、計算機科学の流儀として、インデックスは大体0から始まるという点にも注意してください。多分、プログラミング言語をやった方は、知っている人もいるのではないかと思います。で、それに加えまして、最近ですと、ワードという言葉もあります。ワード、まあ、語という、なんか、自己言及してるような感じなんですけども、これは、CPU で一度に処理するデータ量、もしくはその単位を表したものです。で、あとは、もしくはその CPU とメモリなどの間で、こう、一度にやり取りする。一度にっていうのは、計算機っていうのは、まあ、昔ですと、その、推奨発信子と呼ばれる、その、そして、回路がついていて、で、1秒間に、何回ずつ、こう、処理をするというのは決まっております。まあ、最近ですと CPU の性能を表すのに何ギガヘルツっていう言葉を皆さん聞いたことがあるかと思いますが、あれがその1秒間にその CPU が処理する処理の回数を表しています。で、その時にその1回の処理でやり取りするデータ量のことをしばしばこのワードというふうに呼ぶことがあります。で、最近は大体この64ビットパソコンとか、まあ、32ビットとか聞いた人いるかもしれませんが、最近はその64ビットのが1ワードとして処理されることが主流になっております。で、これは先ほどのメモリの図をですね、このワードごとに置き直したものです。これは1ワード、32ビットの場合の、例なんですけれども、先ほどはこれをですね、こう、0、1、2、3っていうふうにこう箱をずっと1列に並べたんですが、これを、まあ、4列にして積み上げだと思ってください。から、まあ、アドレスが0番地、1番地、2番地、3番地の、まあ、4バイトの情報を持って1ワードと置くと。それを順々に積み上げていくという形の、まあ、図です。はい。それからあと、全勤記法、テキストの10ページに全勤記法というのがありますけれども、これは、後で、必要に応じて導入したいと思います。
ということで、大体今日のですね、授業の内容はこのぐらいでですね、次回、第2章から入っていきますけれども、次回はその、計算機上での、 その数値と数式の表現というところに入っていきたいと思います。ここまでが一応今日の内容なんですが、何か質問などありますでしょうか。一応スライドのページには特に質問は来ていないようなんですが、もしこの後も時間ありますので、もしその時にも質問がありましたら質問をお寄せください。では一度このセッションは終わりにしたいと思います。